リーグ戦5戦1勝4敗8戦にコズミックエンジンです。168センチ50。
何あいつ盗んだでしょ、市内あれ、わし持って会場入りしたんですよ。で、なんか着替えるときに何気なしにそこら辺置いてちょっと着替えに行っちゃって、で、帰ってきたら市内なくて、あ、やっぱりどっか忘れたかと思って、入場の時ちょっと武道館だし持って入場してなんて思ってたんだけど、なかったからまあいいやと思って入場して、そしたらあいつ持って入場してきて、しかもこっちのお株である市内攻撃やってきたんで、やり返すのが筋じゃないですか。やられたらやり返しますよ。それはしょうがないよね、あっちがやってきたんだから、市内で攻撃されたって、それで負けてんだから、そこまでなんじゃないですか。うなぎさやか普通になんか鬼退治とか言ってたからもっと噛みついてきてくれるのかなと思ってたけど、ちょっと残念ですわ。もっとやるならやる、やらないならやらない、それを徹底してろ。分かったな、うなぎ、次も楽しみにしてるよ。スターダム5スターグランプリ 10.1 優勝決定戦、女の戦いを見に来いよ。宇宙一きらめくスターダム、スターダムシンデレラオーディション2022開催決定。プロレスラーになりたいと思っている皆さん、スターダムのリングは自分を輝かせることのできるリングなので、皆さんぜひ一緒に戦いましょう。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。